2019年16回目を迎えた川崎ものづくりブランド認定事業は、市内の中小企業から生まれた優れた製品技術を国内さらには海外にアピールし、販路拡大新市場への進出を支援することを目的としています。良い製品を世界に広め、力強い産業都市川崎をアピールしていくことが狙いです。川崎ものづくりブランド認定製品は、川崎市内の事業所において製造・開発されたもので、すでに市場に出ている工業製品・技術が対象となります。応募された製品の中で、川崎ものづくりブランド推進協議会により4つのポイントを総合的に勘案し、認定製品を決定しています。認定された製品・技術には認定証と盾が贈られるほか、川崎ものづくりブランドのロゴマークの使用権利の付与、情報誌やインターネットサイトを使った PR 活動の支援を受けることができます。第16回目に認定された製品はこちらの12件。製品開発の担当者に認定製品について伺いました。ご認定いただいた商品は、残留農薬検査キットアグリケムと申します。この検査キットは、生産者の方が出荷の前に農作物の農薬が残っていないかどうか、残留農薬を簡易的に迅速に、また低コストで検査ができるというようなキットでございます。アグリケムは有機リンやカーバメート系農薬がコリンエステラーゼという酵素の働きを利用した製品。この検査キットには必要なものが全て入っており、専用機器は一切不要。簡単、安全、そして短時間で残留検査ができる優れものです。また安く導入できることによって、検査数を大幅に拡大することができ、消費者へ食の安全、安心を届けることができます。こちらの製品を開発されたきっかけを教えていただけますか。はい、私どもマイクロ化学技研は、マイクロ化学チップと呼ばれる、7センチ3センチのガラスの薄い板の上にですね、髪の毛ほどの流路を掘りまして、その溝の中に、溝を使って、流路を使って化学実験を行うといった、マイクロ化学チップというものを製造販売をしてまいりました。そのマイクロ化学、チップの製造、技術の中に、試薬を流路の中に固定化する技術がございまして、その技術が、他のものに使えないかということを、技術者の私ども技術者研究者が真面目な雑談をしているうちに、この小さなアンプルに樹脂を固定化し、その中に試薬ですとか酵素をうまく乗せるということができるような技術を開発しました。でこのアンプルを使いまして、今回このアグリケムのザといわれる、残留農薬検査キットを開発するに至りました。川崎ものづくりブランド推進協議会では、認定された製品や技術が世界の人々の幸せに大きく貢献することを期待して、川崎市及び日本の産業の活性化への取り組みを実施しています。引き続き川崎ものづくりブランドにふさわしい製品・技術を随時募集しております。皆様のご応募をお待ちしております。詳しくは川崎ものづくりブランド推進協議会事務局までお気軽にお問い合わせください。